こんにちはポンチです今日は個人的な話なんですけれども、僕動画の初期の頃から、うわとね、まあ、噛みつくような感じじゃないですか。マジック業界だったり、まあ、マジシャン、日本のマジックのことをね、結構批判するようなことを言ってて、まあ、それはね、まあ、ブランディングなんですけれども、ただの、とはいえね、ブランディングとはいえ、全く思ってない状態で批判するっていうのはまあ無理だから、まあ、思ってるわけですね、えー、少しはで。それについてお話しします。そして僕がなんでマジック、もう僕ずっとマジックやってないですよ。でなんでやめたかっていうのにちょっとお話しさせていただきます。 ちょっと昔の動画で、あの、マジックやめたわけみたいな感じで、稼げないからみたいなこと言ったんだけど、まあそこもあるけど、まあ大半はね、別のところが占めるっていうわけで、まあ、なんでやめたのかなっていう、うん、こうこうこういう、まあオリジナリティの部分がまあ一応メインだったりするんですけれども、まあこういう理由でやめましたよって。で、ぜひ聞いていただきたいんですね。で、あの、これ全部信じなくていいですから、へーぐらいな感じで聞いていただいて、あ、お前そう思ってんだな、みたいな。で、なんかね、 ちょっと頭の片隅にでも入れといていただけると、まあ、個人的にはね、まあ嬉しいかなと思う。まあちょっと伝えたいことがありますのでね。で、僕はね、ずーっと小さい頃からね、マジックやってました。マジックばっかやってましたね。うん。小学校、中学校、高校生。もうアイドルでした。僕も田舎ですから。他にマジじゃなくて誰もいないですけ僕アイドル。トークもね、 あのそんな別に下手なわけじゃないからもう,もうアイドル状態もう順風満帆な、まあ、マジックの中ではねマジックは順風満帆に行ってたわけですね、まあ、高校生の時もマジックバー入ったりとかで上京してきてストリートマジシャンメインでやってた時とかいろいろあるんですけれども、まあ、結構ね、まあ、トークだったりあの自信あったわけですねあの、まあ、10代でもでその子でねいろいろ学びましたで、まあ、そこでね結構嫌になるなっていうエピソードが、まあ、いくつかあったわけですね 例えば、ストーカーされたとかね。まあ、そういうのはある。辞めた理由でね。まあ、それは、まあ、ちっぽけの理由なんだけど。まあ、一番大きな理由はね、まあ、ある、あの、新しい、えー、マジック始めたいですみたいな方がいて、で僕が教えたのか、僕の友達が教えたのか、ちょっとわからないけれども、まあ、できるようになってたんですよね。まあ、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月ぐらいで。で、まあ、1ヶ月もしないうちに、まあ、僕の、まあ、 まあ僕のルーティンをまんまやるわけですよね。僕がやってるルーティンをね。で、まんまじゃないです。もちろんできない技法は簡易化させてやるわけなんですけれども、そこで僕思いましたよ。お前ふざけんなよおおお俺と同じルーティーンやってんじゃねえよおおおと思いましたよ。でも思ったけど、すぐにね、こう思いました。いや言ったわけじゃないよ。言ったわけじゃないけど、すぐにこう思いました。あ、俺のって、まあ誰にでも真似されるようなものなんだなって。で、結局は別に、 俺も誰かのやつを、まあ、3影響を受けて、まあ、似たような、似通ったルーティーンやってるわけで、まあ、それが、まあ、同じことに、ね、なっていっただけです。でまあ、僕の中ではまあ10年ぐらいやってたわけですけれども、それでも10代でも,もう、まあ10なまあ、20歳ぐらいではもう10年ぐらいやってたわけなんですけれども、まあ、数ヶ月で似たようなのができちゃうわけですね。で一般のお客様って、俺はもちろん横並びに、まあ、やった後にやったらちょっとまあインパクト薄れちゃうけど、 同時にやった時に、まあ、絶対僕が与える印象の方が強いっていう自信はあったんだけど、果たしてそこまで違うのかなっていう風に感じたんですよ。一般のお客様ね。一般のお客様は、わーってなるわけですよ。うん。そのマジックが素晴らしいからね。その人のキャリア薄くても喋りが多少、もちろん上手い方がもっと盛り上げられるけど、そこまで上手くなくても、わーってなるわけなんですね。そこで、まあ感じました。うん。 これ僕がやってきたことってなんかちょっとあれだったらみたいななんかちっぽけっていうかなんか誰でもできるようなことだったんじゃないかなみたいな感じでまあちょっとねまあ落ち込んだわけですねで誰にもできないルーティンを作ってやろうと思っていろいろね研究してきたわけですねで結局のところまあ演出の方にま重きを置くわけで誰にもできないっていうのはまあ テクニックは誰にもできないってもしかしてできるかもしれないですけど演出はまあよっぽどねよっぽどのことを作らないとまあ普通に真似されちゃうてか演出は真似しちゃいけないんだと思うんですけれどもなんか保護できると思うんですけれどももうなんか飛び抜けた演出できないなって。で 僕日本のマジシャンいろいろ見たわけですね。そこの時は、例えば最初はこう思ってました。僕あの、ボーリング台したいとかね、ボーリング玉出すやつあるでしょ。紙書いて。あとテーブル浮したいとかね。うん、まあそういうのやりたいなと。一番上に上がってくるやつやりたいとか思ってたんです。最初はね。でも、こう見たら、みんなそれやってるんですね。みんな。うん。で、みんなそれで、まあ営業してる。 中にはそれで数百万のギャラ取る方もいれば、まあテレビでね、えー、出演される方もいる。でも俺僕は思ったんですよ。それさ、まあ、人のネタだよね。ってことだよね。でも、人のネタをまあ買ってるわけだから、演技していいっていう権利ね。えー、もう自分のものにしていいっていう権利を買ってるわけだから、別にそれに関してはんだ問題はないんだけど、僕はこうずっと思うわけですね。でもそれだって、あの人のあれじゃん、みたいな。しか思わないですね。 まあ、テレビのマジアン見たりしても、まあ、テレビだと、まあ、テレビ用のね、まあ、ネタをやるわけなんで、まあ、仕方ない部分もね、あったりするわけなんですけれども、で僕はずっとね、うん、そういうふうにはなりたくねえなと思ってますで、僕のルーティン見返したときね、例えば、まあ、ロープもね、まあ、みんなと同じようなルーティンだったりとか、まあ、いろいろあるわけですよ。まあ、アピケンやるとかね、うん。その中でも演出は多少こだわってはきたけど、 まあでも一緒じゃんみたいな。てか誰かが考えたネタやってるだけじゃんと思って。俺そんなんでお金取っていいのかなって思ったわけですよ。でも、これ否定してるわけじゃないですよ。営業してるマジシャン営業してるマジシャンはそこの場でね、楽しみを提供してるわけだから。まあ、それは素晴らしい仕事。素晴らしい仕事なんだけど、僕はもうちょっとそんなの恥ずかしくてできないっていうか思っちゃったわけですね。うん、自分が作らないとこれダメじゃないのって テレビでマジックやってる人いっぱいいるけどそれ誰かの海外でやってたやつそれまんまやってるだけだよねみたいな、まあ、ずっと思ってたわけですよえそんなんでいいのかなって思うわけですもちろんオリジナリティ追求されてる方も、まあ、たくさんいますよ営業とねオリジナリティなかなか難しいところがあるんですよオリジナリティの演出出そうとすると営業はもう飲みながらわーってやってるとこだからもう営業用のネタが一番ウケるまあ,あの受けやすいネタっていうのはもう決まってるんで そういうネタをね、やはり、したいって気持ちはわかるんですけれども、僕はちょっとね、もうそれダメだなと思っちゃって。うん。なんかみんなやってるし、あのー、みんなやってるし、なんかみんな多少練習したらできちゃうことなんですよ。だからめちゃくちゃ上手い人いるよ。テーブルカーさんめちゃくちゃ上手い人いるよ。でも、それ元は違うじゃんって。それ本家が考えたやつで。 もちろんやってくださいっていう意味で売ってるんだけど、そんなのやってさ、なんか面白いのかなって。それ俺にはちょっと真似できないって思っちゃったわけですよ。そっからまあずっと考えた新しいネタをどん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 いろんな演出考えてたわけだけど、できなかったですね。結局諦めた。挫折したわけですよ。で、辞めたんですね。で、たまには営業行ったりしてたけど、 まあ、演技する時も、まあ、結局のところは、まあ、お金取れるルーティンンの僕がやってるルーティンって、まあ、自信持ってお金が取れるんですね。お金は稼げるんだけど、なんか自分の中でね、うん、どうなんだろうみたいな、思っちゃったんですね。まあ、でもマジシャンの方に、ね、話したりするとね、まあ、いろんな意見があるわけですけど。まあ、皆さんがね、マジック好きの皆さんが、例えば僕のルーティン見て、面白いと。 思ってくれる方も、まあ、いるかもしれません。うん。で、オリジナリティってことを考えたときにね、まあ、ダブルリフトって、まあ、誰か考えた、まあ、ダロ、ダロさんじゃない、あの、あれ、ちょっと忘れしちゃったんですけど、あの、ダブルリフトとかってあるわけじゃないですか。オリジナルの作品を作るときに、ダブルリフト入れちゃったら、これはオリジナルになるのかなみたいな。そういうわけわかんなくなっちゃったんですね。うん。もちろん、まあ、オリジナルとは言えるけど、 でもそれダブルリフト入れたらそれ人のアイディアだから、ちょっと無から何か生み出すってまあめちゃくちゃ難しいし、まあ、こう思うこともありましたよ。パフォーマーとクリエイターは別で考えろみたいな。クリエイターが考えてもらって、それをパフォーマーが買って面白おかしく演技するのがマジシャンみたいな。思ってたけど、なんかね、僕なんかでちょっとちげえなって思うようになって、まあ、それが理由でまあマジックやめたんですけれども、まあ、僕はだから二十歳ぐらいの時からずっとこう思ってたんです。 全マジックが、まあ一般に、僕をね、昔から言ってんのは、学校の授業でマジックの授業があればいいなと思ってました。そしたら、もうみんな知ってるわけでしょ。例えば、まあ、カードの基礎技法をね、みんな知ってる状態にして、したら、まあレベルの違いがわかるんじゃないかな、みたいな。 思ったわけですよでもそれだとま不思議追求するっていう意味だと、まあ、種の部分に重きがあるネタも多いからっていうので、いろいろあるわけなんですけれども、うんまあ、それでまあ今こういう活動してるのかもしれないんですけどね。別に僕はなんかそのマジック界をより良くしてやろうっていう意味じゃなくて、まあ、自分の首を絞める、プロの首を絞めたら、これ面白いんじゃないかなみたいな。うん、悪い、性格悪いからやってるだけなんですけれども、まあ、っていう感じでね、まあ、僕がやめたのはこういうなんか、 結局のさ、ボーリング出してさ、うん、テーブル化してさ、まあ、そういうマジシャンになっていいのかなって思うわけなんですよね。うん、まあ、ただの、まあ、ぼやきみたいなことなんですけれども。もちろん、そこは最初、あれ、やってください。そこ飛ばしてオリジナリティで無理。基礎を固めた上でマジックの色は全部わな、わかった上でのオリジナリティ。 が、の方がいいです。そっちの方が近い、近いからね。ってか、うんまあ、生きてるうちに多分できないと思う。マジック何も勉強しない状態で、ダブルリフトとかも知識入れない状態でオリジナルのネタ作ってやる。とそれもう無謀。今まである知識を集めてマジックっていうのはこうなんだ。じゃあ俺はこういう演技をしてやるみたいな。まあそこをね、まあ、追い求めた結果、まあ、僕にはできなかったんで、まあ、やめたということで、まあぜひね、僕はもうマジック、 見るの好きですから、なんか皆様なりにねまあその面白い演出だったり今画期的なネタね、まあ、どんどん作っていって欲しいなっていう、まあ、気持ちがあります、えー、そんな感じで長々話しましたが以上ポンチでした。